シーンで打とうっていうのがもう、ほとんど一番。上からとかで言われましたけど。まあ、こうから、まあ、平行っていう意味。自分のレベル。バッティングなんですけども、まあ、飯田さんは長らくその上昇ヤクルトで一番バッターを務められて、はい、冒頭にも話させてもらいましたけども、ボールがまず飛ぶ。いやでも本当に振れば飛ぶっていうのは僕は感じてませんでした。あ、そうですか。はい、だからホームランバッターだと思ったこともないし、うん、ホームラン打とうと思ったこともないし、うん、でも練習たまにね、練習で遊びでこう、ホームラン打ってみようというのはありましたけど、僕が今ね、なんかもう僕も辞めてからいろいろバッティングいろんな勉強してるんですけど、飯田さん絶対20発打てたと思うんですよね、はい、まあ、でも本当に打とうとしてませんでした、ホームランは。そうそう、はい、だから僕は絶対打てたと思うんですよね。その率は多少下がるのかもしれないですけど、うん、現役の時に何を意識して、うん、バッティングの基本というよりかは、うん、飯田さんがどういうふうにして打ってきたか、うん、何を大事にしてたかっていうのを話しさせてもら、うん、いただければなと思うんですけど、まあ、僕はですね、はい、100% で振るっていうのは全然考えてなくて、うんうん、とにかく芯で打とうっていうのがもうほとんど一番、ね、でその考えの中からどういうふうにしたら確率が上がるっていうふうに。そうですね、はい、基本的には、はい、開かないように開かないようにっていう、はい、こっちがもう、はい、まあ腰が開くとどうしても外が届かなくなるので、はい、開かないようにっていうイメージですね、うん、だ外でもポイントを引きつけて打つ、うん、前だったら前で打つっていう、はい、腰がコンと開かないようになるほどっていうのは中心に考えてました、はい。スイングの軌道なんかどういうふうに考えられてました？軌道はですね、まあ、昔僕らよく上からとかで言われましたけど、まあ、こうから、まあ、平行っていうイメージ、うん、レベルですね、レベルに振るっていうイメージですね、うん、だからバットを早めにトップに入れて、はい、そこからこの面を長く使う、イメージ。結構飯田さんってこう何ですかね、まあ、軽く足上げて、はい、でこう割を作ろうとしたんですか、うん、そこの意識はなかったんですか？ここはですね、すごい持ってましたよ。そうですよね、はい、ここの時間でボールがどこ来るか見極める時間はこの時間で作ってました。そうですよね。だからこうよく飯田さんの真似してたんですけど、こうやってビューってこうね、はい、足が出る、手は後ろに行くっていう、はい、やっぱりそこは大事ですよね。いや大事だと思いますよ。見極める時間ってやっぱり必要だと思うので、はいはいはい、この時間でどこに来るのかなと思いながら、あここか、そうですよね、あこっちなんだっていう見極める時間がね、うんうん、野村監督が来た時にバッティングの時に、はい、1-2-3っていうイメージがあるんですよね、はい、だから1-2-3っていうイメージはすごいあります。それが連動するようにっていうことですね、はい、止まらないように、止まらない、ね、僕らの時って、はい、145以上が各チームの3位、まあ、少なかったっていうのもあるかもしれないけどね。で、まあ、今なんかでも絶対割は必要だと思うんですよ、はい、まあ、みんな早いですけど、うん、でどちらかというともうさっきもね、撮影する前に話してましたけど、こう構えててそのまま足上げて手が残ればいいんですけど、はい、このままドンってこうやって打つ選手多いですよね。最近の子は本当トップに入れた構えから行ってしまうっていうね。そのままですよね。だからこう構えててもいいけど、なんかここで手の動きを多少入れて。そうですね。だからバットこう、よくこう、のの字にね、はい、使いなさいって教わったんですけど、はい、今の子ってこう、このまま出てきちゃうんで、これがないんですよね。うん、このバット寝るのが遅い。そうですね、遅いから遅れる、はい、開くっていう、はい、間に合わない。飯田さんでもバット早く寝かせるっていうのは誰に教わりました？僕は高校の時、まあ、高校の時にこれを教わったんですよ、小枝監督に。あ、そうなんですね。ここ構えてこう。結構珍しくないですか？珍しいんですよ。
だって昔なんか絶対こう耳からこうやってバット出せとかってよく言われてたじゃないですか。言われたんですけど、高校の時にね、このヘッドをこうやって使うんだよっていうのは教わりました。それはでも昔で言うと結構珍しいですよね。そうですね。でも小枝監督はですね、他のことは僕あんまり教えてもらってないんですけど、バットの軌道はこうしなさいっていうのはすごい覚えてます。それは結構大事ですよね。大事でしたね。本当に大事です。助かったというか、ありがたかったというか、やっぱりこう、まあ、僕らなんか僕も最初その打てない打てないって言われましたけど、やっぱり最短距離で出せっていうのを、うん、どうしてもこういうイメージで出すじゃないですか。そう、ね、切っちゃうというかね。そうそう、切っちゃうんですよね、ボールを、うん、だから実際にここでのの字ってなると、うん、絶対にボールのラインにパッとこうやってバットが入ってくるじゃないですか。入ってくるんじゃない、手とバットが入ってくるじゃないですか、はい、ほんなら当然ミートボールでも長くなるし、はい、強く打てると思うんですよね。そうですね。こう打つよりか、ね、だからこうダウンスイングってもう接点がここ、はい、まあまあ、ここだけなんですけど、レベルだとここ、はい、ここで全部当たるんで、はい、まあ、そういうことだと思いますね、うん、早くバットを寝かしなさいっていうのは高校の監督のおかげというか、インパクトからこうヘッドはピッて返そうと思ってました。返そうと思ってないですね。そうですよね。まあイメージですよ、当たったらこう押すみたいな、うん、そのボールの飛ばしたい方向にバットが出ていくみたいな、飛んでいく方にヘッドを出す、うん、センターに出すっていうイメージですね。だからヘッドを変えそうとかっていうのはなかったですね。ないです。結果変えるっていうのは結果的に変えるんですけど、イメージではそういうイメージだ。これ変えそうっていうのは、うん、アウトローの変化球ぐらいですかね。うん、変化球ああみたいな。そう、よく見たでしょ。よく見たでしょ。他はもう変えそうとは思ってないです。思ってなかったですよ。下半身なんかどこを意識されてました。下半身はですね、どういう意識されてました。こっちですね。左の内側です。あ、左なんですね。はい。へ、送ってこっち、まあ、ちょっとスレーしながら打つ感じでしたもんね。確かに。なのでこっちがずれてしまうともうどうしようもないんで、うんうん、こっちっていうイメージですね、うん、こっちの内側をガッてこう踏ん張る。なるほど。踏ん張る。ここでその壁っていうか止めるっていうことですね、はい、へ、そうするとこっちが固まってるとこっちが来てもガッてこう拾えるっていう。そう、でも右バッターには珍しいですよね。そうですね。でもここですね、左、うん、芯はどこの右、こっち、こっちです。こっちか。もうこっちでとにかくもうこの母子球からこういう風に上がってくる。あ、そうだね。僕はどっちかというとポイントが前のタイプなの で、はい、こっちにしてるとどうしても力が伝わらなかった、うん、なので僕はこっちですね、前で踏ん張る。手どっち使うイメージでした？右ですね。右ですよね、はい。まあ、右投げ右打ちなんでね、まあ、大体そうなんで、うん、右ですね。結構やっぱ天才系ですよね。そうなんですか。右投げ右打ちのやつって多分こっちが使えるやつが多いと思うんですよ、うんうん、で前か、まあ、こっちの前の方の足をステップする方の足を壁にする人って右投げ左打ちが多いんですよ。あ、そうなの。要するに右利きなんで、はい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 、で飯田さんは右投げ右打ちなのにこっち側に止めて右で打つから結構天才だと思いますよ。あ、そうなんかな、うん、でも調子悪くなるとなかなか戻ってこないっていうのはありました。あ、なるほどね。ちょっとこっち側に行かれ、うん、行っちゃうっていうことですね。だから残して残してってよく言われてはいました。なるほどね。だからここなんだ。でもね、宮崎もそうなんですよ、ね、前 DeNA のあいつなんかもう右足で打ってるみたいな打ち方じゃないですか、はいはい、でもその自分の連続写真を自分で解説したら、うん、こっちだって言うんですよ、石井さんの。へえーと思って。なんか人それぞれ、さっきのね、あの盗塁の話じゃないですけど、やっぱり自分のやりやすいようにっていうのを見つけたもん勝ちじゃないですけど。そうだよね。ね、こっちっていうあんま意識はないかな。まあ最初に乗るだけですよね、うん、だから最初はこう乗ってましたもんね。こちらに乗っけたものをぶつけていくって止めるっていう、うん、イメージ、うん、じゃああんまりこう右足でこうやってグッてこういう
踏ん張るとかっていうのはなかったですね。前でもうどちらかというとこっちらパチンと。そうね、前で捌くっていう方かな。うん、なるほどね。よくこっちが、ね、こうずれて、うん、お、まあそうですね。こうライト前打ったりとか、そういう、だからどうしてもこっちが僕は崩れてしまうと、もうどうしようもないです。だから右足っていうよりも、こっちですね。僕はね。もちろんね、その前足は、まあ両方大事なんでしょうけど、うん、意識して的には飯田さんはもうこちら側こっちです、左で止めて、手を走らすっていうイメージですね。はい。はい、こうね、手と足のこの反対側の動く動きを見てほしいですよね。宮本慎也解体新書、チャンネル登録お願いします。宮本慎也公式 YouTube 解体新書、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。野球などの質問がありましたら概要欄の方にお寄せください。よろしくお願いします。